いやー、はい、じゃあ健太君それ出して次やりますか。
ごめん、ちょっとちらほらとお客さんがたくさん来てくれて、なんかうちの部活だけをじゃなくて来てくれてすごく嬉しいです。ちなみに今日アブリル見に来てくれたっていう方、Raise your hand if you have, if you can to see everybody. Raise your hand if you. Yeah. Oh, thank you so much. Cheers. Oh. 誰も反応してくれへんって。もうあと9分。待ってなんか。もう始める？もう緊張はしないんですよ、全然驚くほど。ただ煽り方が、竹村さんの煽り方が下手くそなんですよ。もうごめん、一人で喋ってる。ちょっとなんかあ、そう、ベース初心者のななこちゃんです、1回戦ね、頑張ってくれたので、1回戦のあきらくんです。1回戦、あ、ごめん、でも1回戦、軽音的には1回戦だね。そうだよね。待って、始める。なんかサンバ、あ、じゃあサンバに振ろうか、ちょっと待って。もうええ、初めてや。竹間さんもサンバも大変なるやん、絶対。見に来てくれてありがとう。なんかほんまに、なんか慶応の友達も自分の同期とか留学生の友達とか自分の時間を使って見に来てくれたことにすごい嬉しくて、今すげえ嬉しい。ありがとう。グラってないよこれ。だってまだ7分あるよ。だってちょっとフルに活用したいなって思って、もうなんかさ、昨日のバンドがさすごい煽ってくるの、なんかね、ちょっと煽ってきてさ、それがね、もう始めろ。もうなんかね、何もなんかもう何もネタがないっていう、ごめん。もうね、もうすごかったよね。ねえ、じゃあ、もうやだ。まだ時間あるし。まだ名残惜しいんですよね。じゃあもうちょっと、後ろの方もうちょっと前来て欲しいな、っていう、すごい。なんかすごい目合ったよね。いや、君だよ。いや、ね、ちょっとなんか、あ、選手の人にやめるわ。なんか、あ、すごい、もう、日本語の人です。もうちょっと前来て、もうみんな。せっかくだからね。そう。あー、もうちょっと前来れ、もうそろそろ始めようか。そろそろじゃない。すごい、いいと思います。じゃあ、いい感じの雰囲気で次のジューダスプリウスにね、バトンタッチしたいと思うので、じゃあ最後の一曲楽しんでってください。皆さんロックンロール。レモンのザウエステ